こんにちは、サックスプレイヤーの一平です、今日はですね、朝散歩に来ています。やっぱね、健康のことも考えてですね、ちょいちょい歩かないとね、体がちょっとおかしくなっちゃうかなと思ってね、時折この朝早くね、散歩に来たりしています。今ね、朝の5時です。虫の声が、まあ、田舎なんでね、虫の声が超綺麗で、ずっとね、虫の声を聞きながらね、ずっと歩いてます。周りはこんな感じです。はい、ということで今日は、音を聞くということね、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。今ね、この自然の中を散歩してると虫の声がすごくね、聞こえてくるわけなんですけど、すごく音がですね、豊かなんですよね。で、最近僕自身がレッスンをしていて、いろんな人にね、音をよく聞くことはすごく大切なんだという話をしたりしてます。で、音を聞くのが大切って言いながらですね、聞き方を教えるのがすごく難しくて、どうやって音を聞いたらいいですかという質問をよくいただくんですよね。まあ、無理もないなと思いながらね、どうやって伝えてたらいいかなと思ってたんですけど、まさに今日ね、朝散歩しながらですよ、このことだなと思いながらね、ちょっと散歩してたので、ちょっとこのね、感じたことをシェアしたいなと思って今日お話をしております。このね、皆さん最近この自然界の音をただただ聞いてね、耳を澄まして聞いたよっていう記憶ありますかね。どうでしょう。なかなか忙しくてね、ゆっくりどっかに立ち止まってなんか音だけをずっと聞くなんていうことはなかなか生活上できないんじゃないかなっていうふうに思うんですが、このね、今だとね、季節柄セミだったり日暮らしだったり、まあ、いろんな虫のね声が、季節特有の虫の声がね聞こえるわ。これコオロギかな。いろんな声がね聞こえてくるわけなんですけど、まあ、あとはこれ高速道路がねすぐそばを走っていて、その車が走る音とかですね、あ、よく聞こえますね。そう、こういった音なんかをですね、よく聞いていると、この自然界の音っていうのはですね、非常にもうそれこそいろんな倍音がですねこう鳴ってるわけなんですよ。で、楽器の音を聞くときに、なんかこう音程だとか、こう音色だとか音質だとか、ただただ上手くなりたくて、なんかそういったなんていうのかな、採点ポイントっていうんですかね、採点、こう自分がうまくできてるかできてないかだけを測ってこう音を聞くようなことになりがちなんじゃないかなと思うんですよね。その音程がいいかなとか、今の自分の音色ってかっこいいかなとかですね、そんな風に音を聞きがちじゃないかなというふうに思うんですよね。だけど昨日、まあ、あるね素晴らしいプロの奏者とお話しながらいろいろ感じたんですけれども、音を聞くっていうことが自体がですね、もうその味わうっていうこととほとんど変わらないんですよね。決して採点したりこううまくね吹くために何かこう、自分を評価するために音を聞いたりしてるわけではなくて、本当にこの今日ね、この自然界のこの音を聞くのと同じように自分の音を聞いてるなっていう風にね、感じたんですよね。どうでしょう、皆さん普段音を聞くときにどんな風に自分の音を聞いてますかね。もう生活しながらね、本当に僕も改めて久しぶりにこう散歩に来てですね、こういろんな音を聞きながら歩いてると、
本当にめっちゃいろんな音、鳥の声とかね、木の、 あの風でざわめく音とかですね、まあ、いろんな音がしてるわけなんですけど、こういう音最近聞いてたかなっていうふうに思うとですね、なかなか忙しいとそういった音の聞き方っていうのはなかなかしないなというふうにね、ちょっと思ったんですよ。めっちゃセミが鳴いてますね。だけど朝だから涼しいから超気持ちいいな。いやー、いい、本当いいわ。おー、めっちゃ綺麗ですね。朝日がちょっと霞んでますけど、いやー、たまんないな。なんか自然界の音って飽きないんですよね。こう人工的な音とか、こう電気信号みたいなその音がずっと続くとやっぱり飽きるんですけど、自然界の音って絶え間なくこう変化し続けるので飽きないんですよね。むしろこうゆったりとですね、この音に浸れば浸るほど、なんていうのかな、こうリラックスしていったり、どんどんストレスが解消されていったりですね、まあそういう効果もあるようですよね。だからなんかですね、なんだっけ、ベートーベンが、なんだっけ、全ての芸術は自然に帰るだったかなちょっと調べとかないとだけど、っていうようなねことをお話しされてたんですけど、なんかああいう偉大なね作曲家の音楽も自然の音を聞いてるかのように飽きるっていうことがあんまりない、あんまりないというかないんですよね。その一瞬も人を飽きさせないようなそういう力があるというか、まあ、そういうふうに感じるんですけど、なんかそれはその別に作曲だけじゃなくてですね、その僕らが音を出すっていうこと一つとっても、この自然界のですね、この例えばもうすごく単純な、それこそ虫の鳴き声、ずっと同じね、セミの声ならミン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 ってずっと続いてるだけのような気がしますけど、だけど絶え間なく自然に変化してて、でも同じことの繰り返しだったりするんだけど、でも飽きないみたいなね。しかもその音の向こうに、なんかこうね、日本人であればセミの声を聞くと夏の情景を思い浮かべたりするわけじゃないですか。なんかそういう風に、そういう風になんか音を出してたいなっていう気持ちがすごくありますね。今日は本当思いつくままに喋ってますけどもう朝散歩気持ちよすぎて、あ、痛い痛い、周りがこんな具合です。たまんなくないですかこれ、むちゃむちゃ贅沢でしょなんか鳥の声と、この、なんでしょうね。何の虫かわかんないんだけど、僕。虫あんまりちょっと苦手で。虫苦手で、そしてあんまり詳しくなくてですね。うわぁ、ちっちゃいカエルだ。なんか聞いたことない。聞いたことないことないか。泣いてる泣いてる。気配を悟られて泣くのをやめられてしまいました。ちょっと悲しいです。あ、今度は向こうで泣いてるあ、違う違う、後ろで泣き始めたんだ、見られてるあとはあれですね、まあ、近くを流れるこの川の音とかもですね、すごーく、なんでしょうね、この僕水の流れる音すごい好きなんですけど、あれも本当に常にこう強烈に人を癒し続ける力がありますよね。別に
だから一生懸命演奏した音楽だけじゃないってことですね。自然界にあふれる音そのものがですね、その音楽みたいな力をすごい持ってるわけなんですよ。むしろ逆じゃないかなと思うんですけどね。その自然界にそもそも備わっているということに、まあ、垣間触れるためのね、音楽かなっていう気もしてきますね。むちゃむちゃ、むちゃむちゃ草が長いですね、これ。はさついが冷た。いやー、気持ちよすぎ。めっちゃ鳥が鳴いてますね。なんかそう考えるとですね、なんかこう音を聞くっていうことはなんか別に特別なことではなくて、なんかこうただ耳を澄ますっていうことなんだなっていうふうにね、すごく思いますね。なんかそういうふうに考えるとすごく耳がオープンな状態になってきて、ついついね、音の一部分しかこう聞かないような感じになっちゃいがちですけど、そうじゃなくて自然界の音全部をね聞くように、耳を澄ましてね、よくよくいろんな音を聞いてみると本当にいろんな音がね聞こえてくるんですけど、楽器の音もね、自分の音も聞きながらこう練習したりするよっていう時もですね、本当に自然界の音に耳を澄ますようなつもりで、全部ね自分の楽器から出てる音全部よく聞いてあげて、あるいは演奏する時もですね、全ての音をよく耳で聞きながら味わいながらですね、演奏していくっていうことを少しこの生活の中でですね、思い返しながら、たまにはこう朝の散歩なんかしながらですね、いろんな音に耳を澄ますという時間があると非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。それはただ楽器が上手くなるとかそういうことだけではなくて、なんかすごくいつにも増してなんだかリラックスしていますね。リラックスするなんてもう簡単すぎる言葉でちょっと伝わりにくいかもしれないですけれど、精神的にすごくこう、すごい雲の巣だ。精神的な安定が。ちょっとなんか茂みに入ってきちゃった。やばいかもしれないこれ。全然精神的に安定しないですね。なんだこれ。あ、でもね、すごくいいな。あれ、これ道ないじゃん。ちょっと待って、道ある？すごくね、いいですよ皆さん。というわけでね、音をね、よく聞く、耳を澄ませて自然界の音を聞くように聞いていこうというお話でした。これちょっと無事帰りたいな。え、何ここ、やべ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 、あ、蜘蛛の巣が今歩いてきたとこですね、ここね。あ、こっちに道がある。こっから出ようか。よし。僕がね、生まれたところはめちゃくちゃ山の中で、こういうところを歩くときはね、水辺の近く歩くときはヘビーに気をつけなさいってよく言われましたけど、言われましたけど、はぁ、道に出られる。見てください、田んぼ。まあ、こういうとこで、なんか落とした。こういう、めっちゃいいでしょう。鳩の声がね、遠くの森から聞こえてくるっすよ。やばい、贅沢ですね。音の贅沢ってね、なかなか気持ちの方も言ったりしてないとなかなか入ってこないものがありますけど、すごくね贅沢ですよ本当に。お金使ったりね、旅行行ったりとかそれだけが贅沢じゃないってことですね。こういう心持ちでこう音を聞くっていうことが贅沢になり得るんだなっていうのをね、改めてね感じますね。はい、というわけで、今日はね、音を聞くについてね、ちょっとお話をさせていただきました。本当に散歩しながらね、すごくつくづく思いましたね。耳がすごくオープンになってきてる感じがねします。なのでちょっと最近練習しながら、音ってどうやって聞いたらいいんだろうなんてね、
いうふうに、あの音聞くとは言われるけれども、なんかこう専門的な力が必要なんじゃないかなって思っちゃったりする方もいるんじゃないかなと思うんですけど、そんなことないよということですね。はい、みんなにね備わってるすごく自然な力で、あの音っていうのは聞いていくことが必ずできますので、ぜひねトライしてみていただきたいなというふうに思います。はい、というわけでまたね、次回いろいろな形で動画をお送りしていきたいと思いますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでではね、次回動画でお会いしましょう。サックスプレイヤーの一平でした。バイバイ。Thank you.